ようこそお参りくださいました。武田正美の物心チャンネル。今日はですね、実は島根県松江市に来ておりまして、お坊さんの研修会があるんですよね。で、そこの、まあ今だからホテルにいるんですけど、まあせっかく、まあ珍しいので、まあこういう時に動画撮るのもいいかなというふうに思ってお話しさせていただいております。私はですね、浄土真宗本願寺派の僧侶で、臨床心理士、公認心理士をしております。仏教と心理学からいろいろなテーマについてお話しているんですが、こういうですね、普通の服を着ていたら、お坊さんだかどうだかわからないっていうふうに、まあよく言われるんですけども、今日研修会だからね、スーツ着てこの後、まあ行こうかなって思ってるんだけれども、僕もね、先月、実は誕生日があって、で、皆さんにね、いろいろお祝いをしていただき、誠にありがとうございましたと、いうことを、まあ言いたいのとね、39歳になったんですよ、39歳。もうね、びっくりしてても自分で年取ったなぁと思うわけですよ。で、今日と明日と研修会があるんですけれども、昨日の、夕方ぐらいからこっちに来てですね、で、仲間のお坊さんたちと一緒にこう準備をしてたわけですよ。で、会場準備をして、で、明日こういう段取りでやろうねっていう話をして、で、ご飯食べ行って、まあ、飲みに行って、で、話をするんで、いや、で、みんなさ、まあ、20代ぐらいの時から付き合ってきた仲間なわけですよ。で、このメンバーがだんだん年を取ってさ、で、今、まあ、青年部っていうのが、一応45歳まで、みたいな括りになってるんですけど、まあ、僕も39ですから、もうそこそこ上の方に、こう、なってくるわけですよ。いや、年取ったなと。で、昔の話をするんですよ。何年前のはこうだったとか。何年前のはこうだったっていう話で、ああいう先輩もいたよね。で、ああ、後輩も増えてきたよねっていう話をすると、年取ったなぁと思うわけですよね。まあ僕なんかはこうお坊さんですから、いろんなところに行ってご法話とかするじゃないですか。で、その時に、いや、39歳になりまして、で、自分も年齢を感じるようになりましたとかって言うと、もう笑われる。で、そうですよね。そこの会場におられるのは、お寺の御門徒さんですから、年齢層はね、かなり高い。60歳でも高く見える世界ですから、まあ、アベレージが70代ぐらいかなっていう感じですからね。で、そうすると、まあ、このまだ40手前ぐらいで、年取りましたとか、で、運動がだんだんできなくなってとかって言うんですけど、いや、もう70代ぐらいの方がする、もうまだまだ、みたいな。もうわしはもう、60過ぎてがもっと違うと。70過ぎたらもっと違うと。そういう話をされる。さて、皆さん、年を取るとは、どこからが、年取ったって言えると思います。いや、僕さ、学校にも行ってるから、小学生、中学生、高校生とかと話をするんですけど、高校生とかにもね、中3とかのこと話すと、いや、もう15歳になったよね、どんな気分ですかみたいな話するとですね、いやー、年取りましたとかって言う、中学生で、いやいや、面白いなとかって思う。で、高校生とかと話してると、いやー、中学生がいるの見かけたら、もう君らも高校生で大人だね、とかって言ってたら、いや、中学生見たら、若く見えるとかって言うんですよ。高校生が。いやー、面白いなーとかって思うんですけど、じゃあ、自分が中学、高校の時って、そう思ってたなと思ってね、思ってませんでした。小学校の時は中学校の人ってめちゃくちゃ先輩だなと思ってたし、中学生の時は高校生の時ってすっごい先輩だと思ってた。で、まあ高校、大学と20代ぐらいの時って、30歳とか40歳とかって、スーパー大人だと思ってたし、あんなおじさんに自分はならないって思ってた。だけど気づくとおじさんになってた。いや、びっくりみたいな。いや、恐ろしい話ですけど。で、仏教では諸行無常と言いまして、人間というのはずっと移り変わっていくんだよっていうふうに言いますので、まあ変わっていくのはまあそらそうでしょうと。で、もう一つ、一切皆苦、人生というのは苦しみであると、思い通りにならないというふうに言うんですが、じゃあ何が苦しみかっていう時に、生老病死という言葉があるんです。人間は生まれてきて年を取って病になって死んでいく。もうこれからは逃れられないってこう言われてるわけなんですよね。じゃあ生まれてきて年を取って病になって死んでいく。これってこういう順番でずっとあるのかっていうとちょっと違うと思いません？これ冷静に考えると違う。いや、頭ではね、やっぱりだんだん年を取ってくると病気になるし、病気になって死んでいくしっていうのをこうだと思う。で、だけどこれ一遍に来ることもあるわけですよ。生まれてすぐに病気になっちゃうこともあるし、若くして亡くなられることもある。で、よくよく考えてみますと、今自分がこの状態で死んでしまう可能性っていうのはもちろんあるわけだし、今この状態で病気になる可能性っていうのもある。考えてみると、年を取るっていうのは生まれた瞬間から年を取り続けているわけです。だから何もこの39歳になったから、
焦る必要はないし、50歳になったからどうとか60歳になったらどうとかって本当はない。でじゃあこれを僕が今まで10代20代で感じてなかったことを30代で感じてるような気になっているけれども、20代の時には20代の時で年取ったなと思ってたし、10代の時は10代の時になりに年を取ったなと思ってたわけですよ。だからまあこれご覧の中ではですね、おそらく60代の方とか70代の方もいらっしゃると思うんですけど、年取ったわーって思うでしょ。だけどそれ昔も思ってませんでした？多分僕と同じぐらいの39歳の時、多分それ思ってたと思う。でじゃあ何が言えるのか、我々は生老病死感じなきゃいけないのは今なんですよ。今この瞬間に年も取ってるし、病気にもなるし、死んでもいくわけです。じゃあ私たちはいつこの生老病死と向き合わなきゃいけないのかって言っても今なんですよ。だからこれがじゃあ20代ならいいでしょうとか、30代ならそろそろとか、40代ならもうやらんとまずいっていうか、もうそういう話じゃない。私たちは今この瞬間に全ての人が年を取り続けてるし、全ての人が病になるし死んでいくっていうことがある。でこれ何が言いたいかっていうと、仏教っていうのは60代から始めましょうとか70代から絶対行かなきゃいけないとか、もうそういう話じゃない。で、私たちみたいなですね、39ぐらいの人間であっても自分の命がどうなるかっていうのは今すぐに考えるべきテーマだっていうこと。なので、まあ、皆さんね、ちょっとでもああそろそろ考えなきゃいけないかなっていうのが頭をよぎるのであれば、ぜひ、チャンネル登録いただきまして、物心チャンネルで共にね、考えていけたらなと思っております。まあ、私も今日青年部のね、中四国の大会があって、まあ、いろんな仲間がこの中国地方四国から集まってですね、勉強するんですが、まあ、年に何回かしか会わないような、お坊さん仲間が、まあ、全国にいて、でそういう人たちが集まって青年布教士研修会っていうのがあってね、そこでみんなと一緒に研鑽していくっていう会が、まあ、今日と明日とあるので、まあ、とっても楽しみということなんですが、まあ、そこでの様子また今日これからあるので、また何か話したいことがあったら YouTube 撮るかもしれないので、お付き合いいただけたらなと思っております。ということで皆さん年を取ったなって思いながらですね、でもまだまだ若いっていうのもこれずっと言ってて、まだまだ若いとか言いながらね、頑張っていくっていうのも、これまた一ついい姿だなと思っているので、まあ、僕もまだ気分的にはまだ20代ぐらいのつもりでおりますので、一生これぐらいのつもりでね、元気に過ごしていきたいなと思っております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またのお参りをお待ちしております。ナマンダブツ。はい、それでは行ってきます。じゃあね。